分布っていうのは基本的にみんなが作るリズム、波が同調してシンクロしていることで一つの現象とか、そこに見えないはずの砂ぼこりだったりとか煙の層っていうものを群舞が作り出している。自分がどうではなくて互いとどういうふうにコネクトしているか。なので互いが使う呼吸とかをしっかり聞く、相手に対して合わせていく。僕が練習でイメージするときは、水の中に大きな紐みたいなものが水の中にぷかぷか浮いていると思って、この紐をこう持ってきて、こうしたらこういう形になるな、ここの糸をこう取ったらこういう形になるな、でここに隙間があるからそれを引っ張ってきてここに入れて、形を自分でも作ってしまう。でそれをひたすらもう無意識でもできるぐらい自分で自分の動きにしてください。そのまま足の動きは常に一定でフレックスにならないように、ずっと均等なスピードで歩く。一人立たせて誰かが移動して全員倒れた、また全員が立って全員が立たせて一人が